第146回10月24日土曜日オンライン祈祷会。聖書箴言3章7節8節。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けよ。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。心も体もみずみずしく元気に生きるにはどうしたらよいのでしょうか。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けようとあります。恐れるとは心から敬うことです。主がすべてを見ておられると知るとき、私たちは主の御前に謙遜になって悪を避け主を心から敬います。サタンは成功のときには人間の知恵や力を誇らせ、失敗と思えるときは神を無力だと思わせます。しかしどんなときも自分の知恵を過信せず、心から主を恐れ信頼し悪から離れましょう。そのとき神は私たちをみずみずしく元気にしてくださいます。リビングバイブルでは、自分の知恵を過信してはいけません。むしろ主に信頼して悪の道から離れなさい。心も体もみずみずしく元気がみなぎりますとあります。主を恐れみずみずしく元気に生きましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、安全で有効な治療薬とワクチンでコロナの問題が終わりますように。2、神に明け渡した信仰生活ができますように。3、医療や介護の働きが守られますように。私たちに元気を与えてくださる神様、今日も祈る幸いを心から感謝をいたします。心から神様を敬います。神様、あなたから来るところの力を与えられて、今日も歩ませてください。コロナの問題が解決しますように。そのためにも、その働きをしておられます介護従事者お一人お一人を恵み導いてください。神様、どうぞ今日もあなたに明け渡して歩むことができますように。いろんな誘惑が来るときに、あなたが力を与えてくださり解決してくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。